病院の通路内で発見された写真、文脈不明。アイテム番号、SCP-28-FR。脅威レベル、大大。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-28-FR は、の北東郊外に放棄された病院です。SCP-28-FR 内には多数の人型実体が存在するため、病院への入り口にセキュリティステーションが設置されました。セキュリティステーションは15人の警備員を駐在させることが可能です。脱出の試みは見られませんでしたが、脱出を防止するためにベアリングシステムを設置する必要があります。また、SCP-28-FR-4 が脱出を試みたとき、セキュリティ担当職員は接触する可能性を回避するために特殊装備をしなければなりません。それに加え、侵入者を妨げるためにサークルシステムも設置する必要があります。試験中、セキュリティ担当職員及び研究員は偶発的な感染を防ぐために特殊な汚染防護服を装備しなければなりません。SCP-28-FR から排除された被験者は検疫所に置かれなければならず、1被験者が SCP-28-FR-4 に与えられた疾患を判定するためにいくつかの試験に合格しなければなりません。未知の疾患が発見された場合は検体を採取し、被験者をできるだけ早く収容する必要があります。説明。SCP-28-FR は中央に位置する階段と両側から侵入可能な6列の座席からなる円形劇場です。対象は唯一の脱出方法である中央階段下部に配置された小さなドアを通って出入り可能です。SCP-28-FR には100人、SCP-28-FR-1、SCP-28-2、SCP-28-3、SCP-28-4 は含まれません、の人間が永久に存在します。SCP-28-FR 内の実態は50から60歳に相応するドレスを身につけています。被験者が SCP-28-FR に侵入すると、SCP-28-FR-1 は被験者を円形劇場の中央に座るように促し、SCP-28-FR-2 と過去に犯した犯罪について議論を開始します。議論が終了すると、劇場外に存在する100人が手を挙げることで投票し、被験者が患う疾患を決定します。SCP-28-FR-1 SCP-28-2 SCP-28-3 および SCP-28-4 は SCP-28-FR 内に存在する100人とは異なる役割を果たします。SCP-28-FR-1 はメガネをかけた約25歳の若い男性であり、カジュアルな外観および態度です。弁護人と同等の立場であり、バッとして軽度の病気を求めることによって被告人を防衛します。SCP-28-FR-2 は約35歳の中年男性であり、冷たい態度でしばしば腕を組んでいます。検察と同等の立場であり、重大及び致命的な病気を求めることによって被告人を非難します。SCP-28-FR-3 は看護服を着た約35歳の女性であり、中立的な立場を取ることが多いようです。未知の方法で被験者の医学的及び法的履歴を認知し、SCP-28-FR-1 及び SCP-28-FR-2 からの質問に答えます。SCP-28-FR-4 は SCP-28-FR-1 SCP-28-2 SCP-28-3 とは異なり、黒い服を着た約20歳の若者であり、しばしば冷たい態度をとります。被験者の逃走防止のため、出口の前に座っています。SCP-28-FR を離れる前に被験者に触れ、決定した病気を疾患させます。ホイ、28-FR-1。実験、1、被験者、D-7842、特筆事項。被験者は収監以来、非常に協力的である。犯罪歴、人の殺人。装備、映像及び音声記録装置。実験目的、常習的な議論の様子を観察すること。議論状況。D-7842 が SCP-28-FR に侵入すると、円形劇場の中心に座るように招かれた。SCP-28-FR-4 派手口の前に座っている。SCP-28-FR-1。さて、議論を始めましょう。SCP-28-FR-2。ユゲット、被告人の犯罪歴をお願いします。SCP-28-FR-3。立ち上がって話し始める。彼は、人の殺人と軽犯罪をいくつか犯しました。SCP-28-FR-1。
そうですか、十分です。ユゲット、ありがとうございます。SCP-28-FR に。待ってください、十分でないと思います。もっと詳しくお願いします。SCP-28-FR-3。正確には2件の自動車盗難、8件の窃盗、4件の強盗を犯しています。SCP-28-FR-2。ありがとうございます、座ってください。SCP-28-FR-1。私は A 型肝炎を提案します。SCP-28-FR-2。それは冗談ですか？彼が殺した人数を聞きましたか？少なくともこの男性は肺がんに値します。SCP-28-FR-1。それはあなたの意見であって正しくありません、ルーゲさん。私の意見を尊重するべきです。SCP-28-FR-2。あなたの意見は疑わしく、あなたは被告人と同じように犯罪者です。SCP-28-FR-1。テーブルを拳で叩く。ルーゲさん、あなたがそのような発言を続けるなら、私はあなたを解雇させますよ。SCP-28-FR-2。うなり声投票に移ります。SCP-28-FR-1。早すぎます。納得できません。SCP-28-FR-2。私はそう思いません。議論の決定を行いましょう。SCP-28-FR-1。ルーゲさんの意見。人の手が上がる。SCP-28-FR-2。デュポンさんの意見。人の手が上がる。SCP-28-FR-1。はい、パスツールさんは制裁をお願いします。SCP-28-FR-4 は D、7842に近づいてから米紙に触れ、立ち去らせるために道を開ける。D、7842が立ち上がり、SCP-28-FR から出てくる。疾患。研究員の分析により、D、7842が肺がんに罹患していたことが判明した。博士の結論。我々の観察では、SCP-28-FR-1 と SCP-28-FR-2 は対立しているように見えます。SCP-28-FR-3 および SCP-28-FR-4 の役割をより深く知るためには、さらに実験が必要でしょう。実験2、被験者。D-7845。特筆事項。被験者は変質症患者である。犯罪歴。剣の暴行。装備。映像及び音声記録装置。実験目的。疾患を持つ被験者の場合どうなるかを観察すること。議論状況。D-7845 は SCP-28-FR に侵入し、SCP-28-FR-4 は通常通りで愚痴の前に立っている。D-7845。愚痴ごもる。これは一体どういうこと？ SCP-28-FR-1。座ってください。D-7845。指示に従わない。ここはどこ？なんでこんなに人が？あなたは誰？ SCP-28-FR-3。M さん、デュポンさんが座るように指示したはずです。D-7845。聴衆に呼びかける。私の、データ削除済み、の写真を撮りたいんですか？ SCP-28-FR-4。データ削除済み。D-7845 はシンプルな気管支炎を疾患し、SCP-28-FR-1 から脱出させるためにエージェント、クイによって回収されました。疾患、司法解剖後、心停止で死亡したと判明した。博士の結論、追って通知があるまで、不安定な被験者を実験に参加させることを禁じます。実験、3、被験者。D-7850、特筆事項。被験者は肝臓癌を患っている。犯罪歴。4人の強姦。人は未成年者。装備。映像及び音声記録装置。実験目的。すでに深刻な病気に苦しんでいる場合どうなるかを観察すること。議論状況。D-7850 は SCP-28-FR に侵入し、SCP-28-FR-4 は通常通りで愚痴の前に立っている。SCP-28-FR-1。議論を始めましょう。SCP-28-FR-2。ユゲット、被告人の犯罪歴をお願いします。SCP-28-FR-1。ユゲット、ないのですか？ SCP-28-FR-3 は明らかに不快とストレスの兆候を示し、足元を見る。SCP-28-FR-2。ユゲット、なぜ言わないのですか？ SCP-28-FR-3。彼は数人の未成年者を強姦しました。
SCP-28-FR に、ため息をついて SCP-27-FR-1 に話しかける。デュポンさんは何を？ SCP-28-FR-1、P-7850 は動揺しているように見える。いえ、いえ、大丈夫です。SCP-28-FR-2、あなたは何を言いたいのですか？ SCP-28-FR-1、座り、イライラしている様子。あなたは被告人に何を疾患させるのですか？ SCP-28-FR-2、重要な器官、好ましくは心臓、脳、肝臓の癌を提案します。SCP-28-FR-3、彼はすでに肝臓癌を患っています。SCP-28-FR-2、ふむ、それは素晴らしいですね。パスツールさんはそれを少しだけ早めればよいでしょう。SCP-28-FR-1、なぜ疾患を追加しないのですか？ SCP-28-FR-2、癌を、そうですね、あなたが望むなら、心臓でしょうか？ SCP-28-FR-1、私は抗癌の方が適切だと思います。SCP-28-FR-2、それはあなたの意見でしょう。聴衆に振り返るこの場合、投票は行われません。SCP-28-FR-1、さて、パスツールさんは制裁をお願いします。SCP-28-FR-4 は D-7850 に向かって進み、こめかみに触れてから遠ざかるように移動する。D-7850 が立ち上がって SCP-28-FR から出てくる。疾患。分析により、D-7850 の肝臓癌が悪化して精巣癌も疾患していることが判明した。博士の結論。我々は彼に事実を伝える前に薬を使って楽にしました。実験、4、被験者、D-7891、特筆事項、被験者はかつて医者だった。犯罪歴、息子の殺害、装備、映像及び音声記録装置、実験目的、被験者が医者だった場合、違いが現れるかどうか観察すること。議論状況、D-7891 は SCP-28-FR に侵入し、SCP-28-FR-4 は通常通りで愚痴の前に立っている。SCP-28-FR-1、議論を始めましょう。SCP-28-FR-2、ユゲット、被告人の犯罪歴をお願いします。SCP-28-FR-3、SCP-28-FR-3 は前回の実験と同様にストレスの兆候を示す。彼は子供を、息子の殺害と軽犯罪を犯しました。D-7891、それは真実じゃない、正しくは不幸な流産だ。SCP-28-FR-4、それは違います。D-7891 は SCP-28-FR-4 の発言に怯え、沈黙する。SCP-28-FR-1、私は聴覚消失や失明を提案します。SCP-28-FR-2、常識的には適切かもしれませんが、まだまだ足りません。SCP-28-FR-1、それでは、あなたはこの悪者に何を提案するのですか？ SCP-28-FR-2、心臓癌です。SCP-28-FR-1、いつも通り、癌ですか？あなたは、この病気がどういうものか知っているのですか？ SCP-28-FR-2、あなたがもっと多様性を望むなら、永遠の腸閉塞を与えればよいでしょう。D-7891、ちょっといいですか？SCP-28-FR-2、あなたに話す権限はありません。D-7891、私は神に誓って何もしていません。SCP-28-FR-2、パスツールさんは正しくなかったと？ D-7891 は泣き始める。SCP-28-FR-1、ルーゲさんの意見。人の手が上がる。SCP-28-FR-2、デュポンさんの意見。人の手が上がる。SCP-28-FR-1、さて、パスツールさんは制裁をお願います。SCP-28-FR-4 は D-7891 に向かって進み、こめかみに触れてから遠ざかる。D-7891 は泣きながら SCP-28-FR から出てくる。疾患。分析後、D-7891 が心臓癌を疾患していることが判明した。博士の結論。はい、警察に確認したら D-7891 が無実であることがわかりました。したがって、SCP-28-FR-3 は確実ではありません。
実験、5、被験者。D、7912とスタッフォードシャー、テリア。犯罪歴、麻薬取引や密輸。装備、映像及び音声記録装置と、犬をつなぐためのリード。実験目的、動物の反応を観察すること。議論状況、D、7912は SCP-28、FR に侵入し、円形劇場の中央にある S に座るように言われた。SCP-28、FR、4。異常なほどの優しさを示し、SCP-28、FR、4が近づいて動物を撫でる。こんなところに可愛い犬がいます。SCP-28、FR、2。真剣にお願いします、パスツールさん。SCP-28、FR、4。立ち上がって出口の前に立つ。失礼しました。SCP-28、FR、1。それでは、議論を始めます。SCP-28、FR、2。ユゲット、犯罪歴をお願いします。SCP-28、FR、3。立ち上がって話す。県の麻薬取引と密輸の罪に問われています。SCP-28、FR、2。ありがとうございます、ユゲット。座ってください。SCP-28、FR、1。私は2ヶ月間の期間支援を提案します。SCP-28、FR、2。4ヶ月でしょう。SCP-28、FR、1。2ヶ月です。SCP-28、FR、2。4。SCP-28、FR、1。2。SCP-28、FR、2。あなたは理解することができないバカなんですか？ SCP-28、FR、1。いいえ、投票に進みましょう。SCP-28、FR、2。デュポンさんの意見。人の手が上がる。SCP-28、FR、1。ルーゲさんの意見。人の手が上がる。D、7912が従えている犬は激しく動揺し始め、黙ってリードを引っ張る。SCP-28、FR、2。そこの犬、静かにしてください。D、7912。はい、すみません。SCP-28、FR、2。あなたに言っていません。SCP-28、FR、1。パスツールさんは制裁をお願いします。SCP-28、FR、4は D、7912に向かって進み、こめかみに触れてから被験者を解放する。D、7912は動揺状態の犬を引っ張りながら立ち上がる。疾患。分析の後、D、7912は気管支炎を疾患していることが判明した。実験直後、犬は主人を攻撃した。分析の後、犬が狂犬病の影響を受けていたことが判明した。また、主人は気管支炎を疾患していた。博士の結論。彼らが動物には干渉しないことが分かりました。なぜあの馬鹿たちが議論でクジラのように笑ったのか、私にはよく分かります。システムエラー、中期。このオブジェクトに入る度胸のある奴が誰もいないなら、私は自分自身を捧げる。被験者。博士、特筆事項。犯罪を犯していない。装備、映像及び音声記録装置。実験目的、前科がない場合はどのような疾患を受けるか観察するため。議論状況。博士は SCP-28、FR に侵入し、円形劇場の中央にある S に座るよう言われた。SCP-28、FR、4派手口の前に立っている。SCP-28、FR、1。それでは、議論を始めます。SCP-28、FR、2。ユゲット、犯罪歴をお願いします。SCP-28、FR、3。立ち上がる。SCP-28、FR、2。イライラしながら待っている。ユゲット。SCP-28、FR、3。SCP-28、FR、1。どうしましたか？ SCP-28、FR、3。申し訳ありません。記録を見つけることができませんでした。SCP-28、FR、1。何でも良いです。スピード違反やその他の軽犯罪で十分です。SCP-28、FR、3。それも見つかりません。SCP-28、FR、2。は？ SCP-28、FR、3。何も見つかりません。ずっと探しています。SCP-28、FR、1。ルーゲさん、どうしますか？ SCP-28、FR、2。最近、何の事故を起こしましたか？ SCP-28、FR、1。起こったことがありません。SCP-28、FR、4。前進する。すいません、中断してください。被告人に質問してよいですか？
SCP-28-FR-2。どうぞ。SCP-28-FR-4。あなたは何歳ですか？博士。歳です。SCP-28-FR-4。考え込んでいる？なぜ、データ削除済み、がないのですか？博士は一瞬ビクッとしたが、落ち着きを取り戻した。SCP-28-FR-2。なぜですか？SCP-28-FR-4。何の犯罪もせずに、犯罪のない一生を過ごす、それは恥ずべきことだと思いますよ。SCP-28-FR-1。何が言いたいのですか？ SCP-28-FR-4。疾患を与えることなく彼を外に出すことはできません。しかし、彼は制裁に値するようなことは何もしていません。SCP-28-FR-1。もし彼が何もしていないなら、私はパスツールさんに同意します。SCP-28-FR-2。私はそう思いません。SCP-28-FR-1。あなたはおかしいです。SCP-28-FR-2。あなたは意見の不合理をわかっていないのですか？この男は無実ですが、それが人生を楽に過ごす理由にはなりません。SCP-28-FR-1。ルーゲさん。人の手が上がり始めるが、その動きは SCP-28-FR-2 によって止められる。SCP-28-FR-2。待ってください、これは投票の対象外です。SCP-28-FR-1。なぜですか？ SCP-28-FR-2。私は、あなたの意見が完全ではないと。SCP-28-FR-1。ルーゲさん、民主主義に反対するつもりですか？ SCP-28-FR-2。私は、あなたの考えは間違っていると思います。SCP-28-FR-1。そうですか、投票に進みましょう。SCP-28-FR-2。私は、SCP-28-FR-1。ルーゲさんの意見。人の手が上がる。SCP-28-FR-2。ため息をつく。デュポンさんの意見。人の手が上がる。SCP-28-FR-2。くそ。オフアイブの指令によって削除されたデータ。疾患。博士の結論。エージェント。のレポート。私は、博士が SCP-28-FR から脱出することに成功したと確信していますが、彼が任務を続ける能力があるかは確認していないため、彼が落ち着くのを待たなければなりません。オフアイブ、のレポート。まあ、彼と話しましたが、彼は能力を失っていないようです。しかし、真剣さを失っています。博士は今まで通り仕事を行いますが、注意深く監視されます。このスキップの実験は、さらに通知があるまで停止されます。